あなたが買った何かを買った金、そのお金は物を売った人や作った人に回っていく。誰かの消費は誰かの所得の当たり前です。消費が弱るってことは所得も減っていくっていう状態になりませんか。この20年以上の間にデフレでお金が世の中に回ってないっていう状況がありながら、強制的に物価を、ちょうど今後ろを通った人が山本太郎だと言って通り過ぎられました。所得が実質でどんどん減っていってるっていう状況なのに、物は高くなっていくっておかしいでしょ。生活苦しくなるのは当たり前なんですよ。あなたが生活苦しいのはあなたのせいではなく、国が誤った経済政策と間違った政策を続けていくことが原因じゃないかって話なんです。すでにもう破綻しているのが消費税というもののあり方。どうしてか、この国に存在している企業 99% が中小零細ですよね。でも中小零細が一番首しまってるんですよ、消費税で。それだけじゃなくて個人事業主も700万ぐらいいるって言われているような個人事業主も、どうしてか、消費税払えていませんっていう人たちもどれぐらいいますか。全ての税金が払えていませんっていう税の滞納のうち6割を占めるのが消費税ですよ。もう税制として壊れるんじゃないかって話です。先ほどから言っている通り、この国の屋台骨と言ってもいいような存在、 99% の企業が中小零細、こういった状況の時にこの人たちをダイレクトに首を絞めるような税制をここまで続けて、ここまで格差が広がるような状況を生み出したんじゃないかって話なんです。消費が弱っていったらどうなるか、当然所得が減っていくってこともあるけれども、消費が弱っていったら当然投資も減りますよ。だって銀行からお金借りて商売拡大したって、それリターンもらえるかどうか分からないなと思うんですね。景気良くしたいよね、誰もが思うことだと思います。でもそうはなっていない。一部の人間にしか景気、好景気は来ていないという状況、はい、じゃあ景気が良くなっているっていう状態を確保するために当然 GDP ってものを拡大していかなきゃいけないということですよね。国内の経済が GDP ってどういうもので構成されてますかって言ったら4つあるっていう話。一番左、個人消費、皆さんが物を買うという行為、そして企業が投資をする民間投資、そして政府がお金を出す政府支出、そして一番右、純流出、この4つ、この4つの中で一番大きなエンジン、景気を良くするための一番大きなエンジン、どれでしょうか。おっしゃる通りです、個人消費。GDP の 55% から 60% を占めるのが個人消費。ということは、景気を良くするためには、みんながもっとお金を使えるようにならなきゃならないということですよね。というふうに、今年、先月よりも今月、みんながさらにお金が回っていくような状態にしなきゃいけない。ということは、何かというと、賃金を上げていかなきゃならないということですね。当たり前のことです。でも、賃金はなかなか上がっていきませんよね。逆に下がっていってんだということです。こんな状態じゃダメだということです。で、今の状態を見てみると個人消費が弱る、そしたら民間の投資も当然弱ります。人をより、雇うだったり機械を入れようとかっていう企業もだんだん少なくなってくる。そしたら政府が何をしなきゃいけないかってことです。今政府がやってることはただでさえ世の中にあまりお金が回ってないので、そこからさらにお金を引っ込むっていう増税をやってるんですよ。これマヌケっていうんですよ。これすっとくどっこいっていうんですよ。でね、じゃあ何をするんですかってことなんですけども、こういった時に、こういったデフレの時期、ちょうどこちらにもチラシを配っているボランティアの方がいらっしゃって、ちょうど立ち止まられた2人組の男性の方にチラシを配られてました。消費税じゃないかって。本当にありがたいですね。消費税をやめたらどうなるか、10% 分物価が落ちるでしょってことですよ。2% 上がるっていうだけで、税金上がる前にトイレットペーパーを買っておこうとか、そんなこと思われた方もいらっしゃるでしょ。たった少ししか上がらないけれども、事前に買っておこう。なぜならば、物価が上がるからってことですよね。その逆をすればいいんだって当たり前のことです。そうすれば当然みんな今まで我慢してたもの、自分に必要なもの、食べたかったものを認知していくことになるだろうという、いい話なんですね。で、話戻ります。消費税をやめればどうなるかってことです。当然。消費税をやめます、いついつからという情報が回れば、当然これから景気が良くなっていくんだという予測が立つわけですよね。当然です。その予測っていうものを元にお金が回り始めるってことです。企業側もうすでに先に投資しとかなあかんな、機械入れ替えるか、人を
雇うかちょっと高い金額だからここ来てくれへんやろなっていうようなことで、実際に消費税が、下がる前にすでにみんなの予測の中で動き始めるっていう状態ができるわけですよね。そのためには、消費が弱い投資が弱いっていう時には政府が金出す以外ないんだって、ここしか出せないんだって。だから消費税やめるのに例えば26兆円出しゃいいやんみたいな。じゃあどうやって出しますかって話ですね。2つ財源がある。1つは税、もう1つは新規国債の発行。ここに来るまでずっと長い時間かかりましたね。大丈夫ですか皆さん、今日は確かですか。ありがとうございます。じゃあ税どうやりますか。税だけでやっていくんだっていうのを考えるんだったら、これはもうやり方1個しかないんですよ。何がないとこから取るな、あるところから取れをやるしかないんです。財源は税金しかないんだよっていうことになるんだったら、これを徹底してやる以外ないんですよ。過去最高益、あのバブルよりも儲けてるっていうこの大企業からさらにもらえるような状況にするしかないし、お金持ちからさらにもらえるっていう状況にしなきゃいけない。ただしこれは税しか財源がないと考えた場合です。じゃあ例えばですけど、どんなやり方があるかってことを、お話しますよ。ここは簡単に話します。法人税、法人税ってどういう取り方してるかですから、税率決まってます。フラットで、フラットで税率決まってるんですけど、大企業には抜け穴がいっぱいある。80超える抜け穴がある。この抜け穴を塞ぎます。で、このフラットではなく、儲かってれば儲かってるほど税率が高まり、儲かってない時には税率が低くなるっていうような、法人税に累進税を導入するってことを私はやりたいんです。これはもうトランプ政権以前のアメリカでも累進税やってたんだから、日本でできない理由はないですけど、まあ、大企業が大企業に対する損なの原因でできないことを考えられますけど、そのようなことにすればどうなるかって言ったら、これ事実上の中小零細に対する減税ですよ。身の丈に合った納税をしていただけるばかりでなく、先ほど冒頭言った通り、消費税はなしにするんです。消費税の呪縛から解いてあげるってことをやってますから、中小企業、零細企業にとってはこれはかなりプラスです。元気を取り戻すことになるということですね。で、あれさっき言います、税制改革、さっき言ったような法人税、法人税は累進税で、それで、大企業に対する抜け穴を防ぐ。大企業に抜け穴を塞いだら、これ海外に逃げてしまうんじゃないかって意見もあります。でもそれは間違いです。はい、経済産業省が調べてます。どうして企業が海外に出ていくんですかっていうことをアンケートを取っている複数回答です。ちょうど隣で自転車でこの売店を見られた、応援されている方と思わしき2人組の方がいらっしゃいました。ちょうどチラシを配っていただいているボランティアの方と談笑されています。一方で日本ではどうですか。どん底への競争ですよ。世の中にお金が回らない、消費が弱っていくという状況が続いている。日本じゃもうこれ頭打ちだな、だったら海外行くしかないかっていうようなことですよね。2位伸ばして3位、28.3%。 進出先、近隣産国、製品需要が旺盛、または今後の拡大が見込まれる。行った国だけじゃなくて、その周辺も物を買ってくれそうだから行くんだって話なんです。どうして海外行くんですか。いや、税金が安いからですっていうのは1位から3位の間に入ってませんよ。税金高く取ったら海外に逃げるだろうみたいな話聞かれますけど、実態が合ってないんじゃないですか。でも一方で税金が安いから海外に行くと答えた方もいらっしゃる。第8位、 8.7%。 税制、融資等の優遇措置がある。企業が求めていることは何か、20年以上のデフレで物が売れない、投資もできないというような状況だったら、もう売れるとこ行くしかないわっていう話になってる。だったらこの国の一番大きなエンジン何だったか、個人消費なんですよ。 GDP の 55% から 60% を占める大きなエンジン、内需拡大っていうところに集中するっていうのが企業側にとって一番プラスなんじゃないですか。税率が多少高まろうと、物が売れる、お金が回せるっていうことが一番望ましいことなんだってことが分かる調査だと思います。話戻ります。法人税の累進税が、儲かってれば儲かってるほどプラスで、税率は高まり、もう客の時には税率が低くなるということを実現したい。そして大企業のみの抜け穴を防ぐ、そういうことをしたい。でもう一つは所得税、最高税率上げない。どういうことか、お
金持ちからもうちょっといただきたいんです。そういうことです、単純に言うと。でもう一つ、金融資産からの所得、株とか、ね、その株主の方々だったりいろんなことがありますけど、そういうところに対して、まあ、日本は所得税で取ってるんじゃなくて分離してパーセンテージを下げてる。なんでそんなことどろどろするんですかって話なんです。所得は所得なんだから所得税として取らせてくださいっていうやり方、そういうやり方ですね。総合課税っていうやり方、そういう形でやっていきたい。で、今言った2つをやるとどうなりますかってことですけれども、29兆円ぐらいお金が作れますっていう資産がある。そんな資産信じられないって方がいらっしゃる方、この前もいるかもしれませんけど、だったら私たちに権力を持たせてください。財務省にちゃんと計算させますから、ね、これ制限取ってからじゃないとちゃんとした計算出しようないと思うんですよ、多分。そういうこと絶対にやりたくないし、やれないと思ってるから。それはそうですよ、大企業側にとってプラスになれるようなことをしないと甘ったり先も確保できないでしょうってことですね。全てはそういう忖度の中に生きてるってことです。だったら権力取らせてくださいよってことですね。29兆円のお金があれば消費税を10から0にするっていう26兆円、これ担保できるじゃないかって話ですよ、ね、これ消費税なくなったら献金になりますよ。本当に本当にこれだけ救われる、 8% から10になるだけでも国を作らなきゃいけないような状況だった中小零細、そういう人たちも救えることになるし、本当にこの国がもう一度献金の波に乗るってことができて、みんなの生活を底上げすることにつながる、税だけということを考えるならばこういうやり方があるっていうお話でした。でもう一つ一番話したいこと、何か新規国債の発行ということも私たちは財源と考えて、これは躊躇することなく私は投資をするべきだと思っています。なぜならってことですね。ということは山本さん考えてはるのは1000兆円以上借金がある、この国の借金、1人頭900万円と言われているものをさらに増やすってことを言ってるんですか。はい、その通りです。そういう話なんです。でね、この国の借金というのは政府の借金という問題に関しては誤解されている、ミスリードされている部分がかなり大きいと思います。お金とは何かということをもう一度皆さんとシェアしたいと思います。はい、まず見ていただきたいのはこちら、何かと申しますと日本銀行の資料をもとにグラフ化したものです。日本銀行の資金循環統計というものをグラフ化しました。何か、上に行けば行くほど黒字になります、下に行けば行くほど赤字です。で、線が2本あります。青い線は民間、赤い線は政府で、そのグラフです。何なのか、ちょうど真ん中あたり、色が変わっているあたりを見ていただきたいんです。非常に分かりやすいことが表されています。誰かの赤字は誰かの黒字、これ世の中当たり前の話ですよね。一人だけずっと黒字であり続けるとはっていうのに関係性があってそういうことになるんですね。誰かが赤字を取るにはそれに対して誰か黒字になっているっていう関係性、それ国と政府と民間という間にも見れるよということがこのグラフから分かります。真ん中あたり見ていただくと、政府が赤字を拡大しているときには民間は黒字を拡大しています。それを右に順番にずれていくと同じように、誰かの赤字は誰かの黒字、政府の赤字は民間の黒字という相関性が見られるということです。これ崩れたんです、一度。何か左側バブルの時ですということですね。それ以外はそういう関係性で誰かの赤字は誰かの黒字という関係性ということは、政府の赤字イコールみんなの、政府の赤字イコールみんなの黒字なんじゃないのって話なんです。先に行きます。誰か、借金をしないとお金って生まれてこないんだよっていうお話です。誰かが銀行からお金を借りる際に貸し出しという形で銀行預金が生まれる。借金をしないとお金は生まれない。クイズです。答えを知っている人は決して言わないでください。お金を作っているのは誰ですか。お金を作っているのは一番の財務省だと思われる方、2番の日本銀行だと思われる方、3番の民間銀行だと思われる方、ありがとうございます。その答えは全部です。全部がお金を作るということなんです。どういうことか、お金、いわゆる貨幣とは財務省が作る硬貨、法律用語で貨幣、
日本銀行で作る新いわゆる日本銀行券、日本銀行にある民間銀行の準備預金、そして民間銀行が作る預金、預金通貨。ちょっとそれ説明します。人が2人います。左側は銀行屋さん、右側は事業者さんです。何を説明するか、世の中のお金の大半、いわゆる預金は銀行からの借金で作られるというお話です。まず左側の銀行の方がお金を貸します。事業者の方にお金を貸します。その時に現金でバーって渡すんじゃなくて、この時には、融資先の事業者の会社の預金口座にお金の額を書き込むという行為がある。例えば1億円、それを手にした事業者さんは従業員に対して給料、他にも、取引先に対して支払いとかをする。そういうことによって借りたお金が世の中に回っていくという状況が生まれる。で、その借りたお金返すときにはどうなりますか。世の中からお金が消えますということです。はい、銀行は我々から集めた預金を貸し出しているのではない。銀行は借り手の通帳、そこに数字を書き込むだけで銀行預金という限りいくらでも発行できる、いわゆる万年筆マネー、キーストロークマネーとも呼ばれています。誰かが銀行からお金を借りる際、貸し出しという形で銀行預金が生まれる。借金をしないとお金は生まれないんだよという話です。はい、本当ですか。それ証拠をお見せします。イングランド銀行、イギリスの中央銀行、そのことに関してちゃんと言ってくれてます。銀行は人々から集めた預金を元手にして貸し出しを行っているのではない。貸し出しによって預金という限りが創造される。借り手が債務を返済すると預金通貨は消滅する。イングランド銀行が言ってるんですから間違いないでしょう。そしてこれは国会のやり取りでもそのことが明らかになりました。自民党の議員と日銀とのやり取り、自民党議員、民間銀行は信用創造で中国でも100億でもお金を作り出せる。借り入れが増えれば預金も増える。これが現実。どうですか日銀。日銀、銀行が余震融資をすることで預金が生まれることはご指摘の通りです。自民党に、安藤博さんの方が、国会で質問してくれました。安藤さん、誰かが銀行から借金をするとその分だけ日本国の中に存在する預金の総額が増えるということです。日本銀行に伺います。この説明合ってますか。日銀、委員ご指摘の通り、信用創造に関してはまず民間銀行が貸し出し預金が増加します。安藤君、預金というものは誰かがお金を借りたときに生まれてくる。これは銀行の信用創造機能とか万年筆マネーとか、つまり銀行は広く国民から集めたお金を元手に融資しているのではなく、何もないところからお金を貸している。お金を借りたときに預金が発生するのであれば、借金を返済したときにはその預金は消滅するという理解でいいですか。日銀、委員ご指摘の通りです。安藤君、国が新規国債を発行して政府支出という形で民間に支出をした場合、民間の貯蓄はその分増えますか。日銀、委員ご指摘の通り預金通貨が増えます。安藤君、政府が財政の黒字化を達成して国債残高を減らす、借金を返済すると日本国内に流通している預金通貨の総額は減るんですか。日銀、国債が消耗を迎えて発行残高が減少する場合、万円の減少につながります。安藤君、その通りです。単純に国債残高を減らすということを目標にするのは預金の残高が減るということですから、日本国民は間違いなく貧しくなるということです。もう明らかになってるんです。お金ってどういうことなのかということですね。はい、これ簡単に、国債も民間銀行が買っていて、それに見合ってお金、つまりは預金が作られている。ご覧いただいているのは銀行のバランスシート、資産状況わかります。左が資産、右側が負債。資産の側には国が発行した国債を買ったということですから、国債が資産側に書かれる。一方で負債側に
入るものはどういったものかということなんですけれども、国が公共事業とかを発注します。地元の業者でそれを受けた。でその代金として政府小切手、基本を渡される。その政府小切手は銀行に持ち込まれた。でこの政府支出先業者の預金、要は、お金引き出したいんですけどって言われたら、いつでも引き出す準備をしていなきゃいけないということですね。引き出せるような準備をしていなきゃいけない。だからそれが負債に加わるというような関係性で、政府が財政支出をすることによって結果的に民間銀行の負債の分には預金、資産の分に、資産の分には国債が増えると。国債と預金は同時に増えていくというお話です。国債を買うお金、政府が借金するときには国債発行しますよね。この国債を買うお金っていうのは国民の預金、皆さんの預金から借りてるわけじゃないって話です。国債は日銀当座預金、皆さんが使える口座じゃないところですね。国債は日銀当座預金にある準備預金を使って買われている。何なんだよ準備預金って話なんですけどね。銀行さんっていうのは借りてはいる限りゼロから無限にお金を発行できるんですけれども、ルールがあります。何か日本銀行に一定の決められた金額の準備預金、つまりは日銀当座預金を積むという制限がある。無限に作れるんじゃなくて、その担保として置いとかなきゃいけないこの準備預金というものがあるんだと思うんですね。そこから買ってんだぜって話をしているということです、はい、国債は準備預金を使って買っている。準備預金と国債は両替されているとも言い換えられる。準備預金イコール皆さんの預金ではないですよ。準備預金とは日本銀行が発行する民間銀行の資産。預金とは、預金は民間銀行が預金者に支払い義務を負う負債。銀行の貸し出しをすると一定額の日銀当座預金を積むって話しましたよね。でおさらいです。銀行の貸し出しが預金を元に貸し出しているわけではありません。銀行は預金の一定割合額を日銀に持つ口座に日銀当座預金として保有することが義務付けられている。銀行の預金貨幣と日銀当座預金は全く別の貨幣であるという話。民間銀行は皆さんの預金で国が発行する国債を買うことはできない。民間銀行が政府から国債を買う場合、中央銀行である日銀に設けた日銀当座預金というお金を使って購入をしていると。政府が国債を発行して財政支出を行うと、それと同額の民間銀行の預金が増える。つまり政府の財政支出は民間貯蓄を減らすのではない、増やす。政府が国債を発行してそれを銀行が買うと、民間の資金が足りなくなって金利が上がるなどということはない。はい、戻ります。